バトングインネットはアメリカ合衆国の政治家、ジョージアの代表としてアメリカ独立宣言に2番目に署名を行った。1777年にジョージア国の暫定的な知事となり、現在アトランタ都市圏の主要な郊外であるグイネット軍は彼にちなんで名付けられたものである。政敵との決闘で命を落としたが、その署名が希少価値となり高値で売買されることになった。 1735年に、イングランド、グロスタシャーのダウンハザリーで、ウェールズ人の両親、サミュエル・グインネット牧師とアン・グインネット夫妻の、息子として生まれた。グインネットの誕生日については、諸説あるが、1735年4月10日に、グロスターのセント・キャサリン教会で洗礼を受けた。グロスターの王立学校に通った後、ブリストルで商人として働き始めた。 1755年にウルバーハンプトンに転居し、1757年に地元のアンボーンと結婚した。1732年、夫妻はウルバーハンプトンを離れ、アメリカ大陸に移住した。当初はチャールストンに到着し、1765年までにサバンナに動いた。グインネットは商人を諦めて、商品をすべて売り払い、 セントキャサリンズアイランドに土地を求め、プランテーション経営を始めた。農園主として繁栄し、1769年までに土地でも名声を得て植民地議会議員に選出された。議員の任期の間に、政界における主要なライバルはラックラン・マッキントッシュであり、ライマンホールは親密な同調者であった。1775年まで、 植民地の権利の強い提唱者にはならなかったが、この時その所有地のあるセントジョン軍が当時の出来事に対して植民地がやや保守的な反応をしたためにジョージアから脱退すると脅した。グインネットはジョージア民兵隊の指揮官に指名されたが、その諸行自体し大陸会議の代表に選ばれた。大陸会議では1776年7月4日に アメリカ独立宣言の最初の紙の写しに署名し、洋費紙の宣言が完成するまでフィラデルフィアに泊まった。8月2日に最終的な写しに署名した。独立宣言への署名後、バージニアまでやはり独立宣言署名者であるカーター・ブラックストンと同行し、ジョン・アダムズによって起草された国の立法案を運んだ。 大陸会議の代表である間に、大陸軍の第一ジョージア連隊を指揮する順庄の候補者となったが、これは、ラックラン・マッキントッシュに持って行かれた。ライバルに職を取られたことでひどく辛い思いをした。ジョージア国議会議員を務め、1777年には、ジョン・アダムズの小冊子をもとにして、ジョージアでは、最初の国憲法の書稿を作成した。 まもなくジョージ役に議会の議長となり、この職をジョージ役に知事のアーチボルド・バロックが死んだ時まで務めた。グインネットは議会の執行委員会によってその空席に承認させられた。グインネットはこの職にあってマッキントッシュの指導力を弱らせようとした。グインネットはイギリス領東フロリダへの進行を計画した。議会が開会中であったために、 自分で軍隊を率いていくわけにもいかず、マッキントッシュの部下の士官にその任務を任せた。この進行は最終的に失敗に終わった。1777年5月にグインネットが知事選で敗れたことは、この遠征の失敗による可能性が強い。この時マッキントッシュはグインネットの当枠を楽しみ、失敗した作戦のことで公然と批判した。ただし、グインネットには、 火がないという結論が出ていた。グインネットはマッキントッシュに決闘を申し込み、サバンナ近くの小さなマチサンダーボルトで1777年5月16日、決闘が行われた。二人ともに傷つき、マッキントッシュは生き残ったが、グインネットは足の骨が打ち砕かれたことから来るエソが原因で3日後に死去した。ジョージア州オーガスタの軍庁舎の前に、 花崗岩のオベリスク、署名者の石踏みは、アメリカ独立宣言に署名した、グインネットや他の二人のジョージア人を記念するもので、ある。彼らの意外は、石踏みの下に再送されたが、グインネットの埋葬場所は発見されなかった。グインネットはかなり目立たない、歴史上の人物であるが、とはいえ一つだけ名声となるものがある。彼の署名は、SF 作家のアイザック・アシモフがその短編。 バトン、バトンで効果的に使ったという事実で世界でも最も貴重なものになった。一般の評価ではグリーンネットの現物署名の例がガイウス・ユリウス・カイサルやウィリアム・シェイクスピアなどの次に来ることになり、これまでのアメリカ人では最も価値ある署名ということになっている。ある例ではグリーンネットの署名が15万ドルで売却された。この異常なくらい高い価格は アメリカ独立宣言の署名者56名の辞書を全て集めようという多くの収集家の望みと、グリーンネットの署名の希少さの組み合わせによるものである。グリーンネットは独立宣言署名まで目立たない存在であり、署名後間もなく、要去ったために、現存する辞書は30個に満たない。1920年代、彼の署名の5つが著名な気候本販売者へ。 SW ローゼンバックに所有されていた。ありがとうございます。